皆さんおはようございます。また先ほどの話の続きで、こちらプロヴディフの第2あの観光スポットになるのはこちら、私の後ろ、ヒサルカピアモンですね。このヒサルカピアモンは11世紀から13世紀の間に、あの丘にあった町 の、 あの東の門として使われたそうです。そして14世紀にブルガリアっていう国はオスマントルコに支配された以降は、こちらはトルコ人の要塞があった。でずっと20世紀までには、あのこちら私の後ろの方のヒサルカピアが使われました。そして19世紀頃の終わり、20世紀の初めは、こちらプロディフという町はですね、あの商人たちとか職人たちは、当時のオスマントルコのスルタン、いわゆるオスマントルコの王様から特別許可を得て、そして自由にオスマントルコの中ではあの動くことができました。そしてあの自由に動いて自由に商売ができたおかげで、皆さんご覧ください、こちらの現在のプロヴディフ、代表的な家を作れるようになりました。でこちらの家の特徴なんですけれども、あの対照的です。そしてあの2階建てもしくは3階建ての家だったら、2階の方はちょっと前に出っ張ってます。で1階はあの商人もしくは職人さんの工房、そして倉庫として使われて、2階とか3階はご家族、その方のご家族が住んでたそうです。そしてもう一つはこの丸い屋根が、まあ用具って言いますね、あのがこちらの家の特徴です。そしてみんなそれぞれの家があの色鮮やかに描かれています。はい、その次はまたあの3番目の観光スポットにご紹介させていただきます。以上です。